よもやま話河童の段幕開きにてあよろしくお頼申します。ここは野州栃木の西方よ。鹿とイノシシ戯るる。田んぼは竹に山と川。とあるわらべは、まことに伝説の宝庫なりけり。昔々の大昔、この西方町に流れる思い川がまだ清瀬川と呼ばれ、橋も堤防もなかった時代、村人や旅人は川に入り歩いて渡っておりました。旅人と村人が川を渡ろうとする。しかしもちろんそこにはカッパが住んでいる。このカッパ、川を渡る人々にいたずらばかりしておりました。ある日、ここにいつもと様子の違う人物が現れる。西方城の重臣、小倉修善之助というお侍でございます。色男の割に待ってましたが少ねえから、もう一回ぐるぐる回るか。行く。足りない拍手が出るよ。待ってました。かっこいいですね。田んぼの上で一服。せっかくだから、この占領役者滝口良次、もう少しお顔の方を、特に年配の女性方に純烈のように拝見していただきましょうか。もう一回ぐるぐる回るかよ。というお侍が馬に乗って川を渡ろうとすると、おなじみカッパが現れる。いつものようにいたずらカッパが悪さをしようと出てきたが、しかしそこは豪傑小倉修善之助、えいや、カッパはあっという間に一刀のもと切り捨てられそうになります。おいカッパ、俺は小倉というものだ。俺から先この川を渡る者に小倉を名乗る者がいれば、決して悪さをするなよ。
もはや容赦せぬぞ。ああ、わかりました、お風呂様。もう、おいらここでもう悪さなんか絶対しません。許してくださっちゃい。それ以来、その川を渡る者々が皆口々に、俺は小倉だ、川を渡れるようになりました。これぞご存知西方伝説小倉川の河童の一節でございます。